今回は向田邦子の短編集眠る杯から七つの短編を朗読しますあ バスは混んでいた「二十年も前の話だから乗り物の数も少なくおまけに乗る人間も冬は厚着であった」「うちの中も町も今よりずっと寒く人は暗い色の冬自宅に着膨れてさっきだって朝晩のラッシュに揺られていた」「その朝も私はつり革にもぶら下がれず」 車の真ん中で左右から人に押されながら週刊誌を読んでいた押し合いへし合いの中で二つ折りにした週刊誌のページをめくろうとすると「あという声がする声の主は黒い学童服を着た小学生低学年らしい男の子で私の胸のところに押し付けられているその子はちょっと口を開き 訴えるような目で私を見た週刊誌の向こう側には漫画が載っていた彼は漫画を読み終わらないうちにページをめくられたのだ私は漫画を少年に見せるようにしてまたしばらく揺られていた少年の目が漫画の吹き出しのセリフの部分をゆっくりと追い声を出して読んでいる おしまいまで読み終えたところで少年は目を上げてまた私を見たバスが少し空いてきて少年は次の停留所で降りる気配があったところが定期券を忘れたらしいポケットを探って困っている私が「忘れたの?」と尋ねると怒ったような顔をしてうなずいた 私は小銭入れからバス代を出し10円だか15円であったか覚えていない少年の手に握らせた少年は小銭を握ったまましばらく外を向いて揺られていたが折り際に胸のポケットから赤鉛筆を抜いて黙って私に突き出したボール紙を向くと芯の出てくる当時としては珍しいもので 父親か誰か誰にもらったのであろう10センチほどの使いかけであった黒革のランドセルを背負った小さい姿が四ツ谷の並木道を走っていくのを私はバスの窓からちらっと見た少年の宝物だったに違いない赤鉛筆を私は大事なものを入れるチョコレートの空き箱にしまっておいたのだが いつとはなしにどこかへ行ってしまったつい最近子犬を連れた少年と顔なじみになった七つか八つの男の子で引っ張っている黒の子犬がテリアか何かの雑種らしいが何ともかわいい少年はこの犬が自慢らしくまあかわいいと声をかけそうな私の気配を察してかわざとゆっくり歩いている。 はにかみ屋のくせに犬を褒めてもらいたいのだなんていう名前と尋ねると黒い犬の頭をなでながら小さな声で「くんた」と教えてくれたテレビで放映され評判になった黒人迫害師ルーツの主人公くんたキンテから取ったのであろうアパート住まいで犬は飼えないので 私はよく人様の犬で憂さ晴らしをするこの少年とくん太にはそれから23回出会い今お座りを仕込んでいることくん太はクッキーが好物であることを教えてもらい一緒に遊ばせてもらったしばらくしてまた少年に出会ったこの日は犬を連れていなかった「くん太大きくなった?」 と尋ねようとしたら少年は突然大きな声で「べっと叫び舌を出して憎ったらしい顔をしたそして小走りに行ってしまった犬は死んだのかもらわれて行ったのかいずれにしても少年のところにはいないのであろうそれからも少年を見かけるが道の端をちょっとすねた格好で歩いている。 子供を持たなかったことを悔やむのはこういう時である狩りかまた猫を飼いたいと言い出した時反対したのは父であった俺の鳥と金魚はどうなるんだ私は鳥も金魚も苦手である 金魚は水の中にいいいるせいか情が映らないし、鳥は指に止まる時ギュッとしがむようにするのも下からキロンと上がって閉じるまぶたも好きになれなかったそれと前に飼っていたロクという名の黒猫が死んだすぐに今度は俺の番だというようにカナリア鳥ウキを飼ってきた父も憎らしかった親子でいがみ合っていても埒が開かないので母が間に入り 講和条約を結んだ「猫の名前は父がつけること猫が金魚を取った場合は弁償と刺身鳥を取った場合は弁償と焼き鳥を奢ること弁償はわかるとしても刺身と焼き鳥はいささか悪趣味と思ったが父がそういう趣向を面白がっているので下手に逆らってせっかくの講和条約が不意になってもと思い 受け入れることにした猫は生後3ヶ月のシャム猫のメスである美人だが神経質らしく華奢な体を細かく震わせて怯えているキリンの子だな父の言う通り猫にしては嫌に首が長いへそ曲がりの父のことであるもともと反対だったことでもあり キリンなどと命名されてはかなわないと思い慣れぬ手つきで晩酌のお酌などして機嫌を取った翌朝父が示した名前は2つであった「コンドミニアム」「カリカ」「コンドミニアム」は英語で「共同所有」という意味である言いづらいし第一「 猫を世話してくれた獣医さんへの謝礼は私が支払っているのである親しき中にも経済ありこちらは断固辞退した残るはカリカである聞き慣れない名前だが父の説明によると十六羅漢の一体でただ一人の女の仏様だというもともと耳学問の人だから当てにならない気もしたが 響きも悪くないのでこれに決めた幸いカリカは鳥もとらず金魚も狙わず結構可愛がられて父との間もうまくいっていたが飼い主の私が父と言い争いをして家を出ることになってしまった私は身の回りの者と共同所有ではないカリカだけを連れて家を出た 東京オリンピック開会式の日であった猫を連れて入れるアパートを探して不動産屋の車で青山辺りを回っていたら開会式の時刻になった日本中の人がテレビにかじりついているというのに父と争い家を飛び出して部屋探しをしている人間もいる不動産屋の車が青山の表通りから横丁へ曲がった こんなところにマンションがあるのかなと思った途端雪止まりになった横丁の真下に国立競技場が広がっていたここが日本一の特等席ですよ不動産屋のお兄さんが得意そうに私の顔を見て笑いかけた松明を掲げた選手が確かな足取りで聖火台を駆け上がっていき火が灯るのを見ていたら わけのわからない涙があふれてきたオリンピックの感激なのか30年間の暮らしと別れて内を出る感傷なのか自分でもわからなかったアパートは霞み町に見つかったひと月後母に引っ張られるようにして父が部屋を見に来た「カリカはうれしいのだろう」 怒ったように激しく泣き父の足に体をすりつけてぐるぐる回っていた父は何も言わずカリカの背を撫でていたあれから七年で父は亡くなったがカリカは今も元気である華奢な体は声太り長かった首もくびに見えるキリンの子はその名の通りり羅漢様になってしまった この猫も父の,の一つである父の風船いい年をしていまだに宿題の夢を見る英語の単語を因数分解で解けという問題に汗びっしょりでベッドに跳ね起きたこともあった。 私はテレビやラジオの脚本を書いてご飯をいを頂いているのだが時間ギリギリまで遊んでしまう自制心のなさは小学校1年の時から少しも変わっていない桃太郎さんの全文をノートに書き写す宿題を朝になって思い出して温かいおひの上でベソをかきかき書いたこともあったそのせいか今でも桃太郎というと 炊きたてのご飯の匂いを思い出して困ってしまう一番印象に残っているのは風船の宿題であるあれは小学校何年のことだったろうか私は紙風船を作る宿題ができなくて半泣きであった数学で「球形はたくさんの楕円形から成り立っている」というようなことを習って先生は例として「 紙風船を示していた「理数系統は大嫌いであったから私は窓から運動場を眺めることで時間を潰したそして家へ帰ってはたと当惑してしまったのである当時はまだ質のいい高性能接着剤はなかったからひょろ長い楕円形の端と端を貼り合わせて紙風船を作ることは至難の業であった。 あちらつけれればこちらが剥がれるついに泣き出した私に父は「もう寝ろと怒鳴った朝起きた私は食卓の上に紙風船が乗っているのを発見したいびつでドタッとした何とも無様な紙風船であったいろんなものを動員してあげくやっと小さなやかんが型にあってできたのよ。 お父さんにありがとう言いなさい母が口を添えた父は怒ったような顔をしてご飯を食べていた私は風船を大きな菓子袋の中に入れて意気揚々と投稿したところが風船を作ってきたのは私一人なのであるそんな宿題は出てはいなかったのだ その日帰って私は嘘をついたとてもよくできましたって褒められた今にして思えば小賢しい話だがそう言わなくてはいけないような気がしたのだろうお父さんの風船の話は国子の盲腸とお父さんのかけっこと並んでよく話題に上ったこれは私が盲腸手術直後 女「学科だけで体育は勘弁してもらうという約束だったのになぜか試験官は私にランニングを命じた」「父は激怒して代わりに私が走ってもよろしいかと申し出て用意ドンで他の女生徒と,と並んで走り出したところ足がもつれて走れない」 油汗を流してうなっているところを母に起こされたというお粗末であるこの二つのエピソードは頑固で気身近な父が実は子煩悩であるという PR 用に好んで母が話していたようである私はますます白状しそびれてしまったそしてこの2月父は突然 六十四年の生涯を閉じた死因は心不全五分と苦しまずせっかちな父らしい最後であった葬儀やら後始末やらが一段落してほっと一息ついたら桜が散っていた今年は春らしいものは生体一枚買わなかったせめてスカーフでもと思って 二月ぶりに銀座へ出て文明堂の前まで来て足が止まったそうだ父はいつか酔っ払ってどら焼きの話をしていたっけ若い自分に酒に酔って友人と二人どら焼きをたくさん買い込んで四丁目から銀座通りの店のガラス戸にどら焼きの皮をペタンペタンと貼り付けて歩いたというのである やってみようかなふとそう思った一万円ほどどら焼きを買い込むいくつあるかな川は上下二枚だから倍になるそれを和光のウィンドウから始めてペタンペタンと貼ってゆく道行く人はひしがいと思うだろうかそれとも今流行りのハプニングと見るかしら 何分ぐらいででお巡りさんんが飛んでくるかその前に店の人が出てきて私は「すみません父の供養をしているんです」と言ったら許してくれるかな。他愛ない空想はこの辺で女店員さんの「いらっしゃいませ」の声で破られた結局私は何も買わずに歩き出していた。 素材にどんな栄養分が入りどんふうに皮膚をリフレッシュするか科学的なことは知らないがこの奇跡を信じて待つ気持ちはたとえ目に見えないほんの少しにしても確実に女を美しくしているパックは催眠術と同じだと言った人もいる「ほらまぶたが重くなってきた目を閉じてグーンと引き込まれるように」 あなたは眠くなってきたというあの時に似ているというのであるあらどうしたの今日はひどく肌がしっとりしてるわねううん別に何かいいことあったんじゃないのなどという明日の会話を心の中で自作自演しながら自分で自分に催眠術をかけるつまり自己暗示をかけているのである。 この自己暗示というのは女を美しくする最高の化粧品である。フランスの心理学者のジュネという人は「暗示は観念の転移である」と言っているしアメリカのやはり心理学者のマクドーガルという人はもっと皮肉屋で「論理的には適当な目標なしに一つの考えを確信して受け入れること」。 するる女心をを見透かししてていいようなな定義をしておいでになる「千万人といえども我ゆかん一心岩をも通すのである豚もおだてりゃ木に登る」あ「あこれは少々適切でないかもしれないが自分で自分をお立て肌をお立てその木にさせればいつかはカトリーヌ・ドヌーブの白い滑らかな肌も自分のものになるかもしれないのだ」。 パックの魔力は肌だけでなく顔立ち目鼻立ちまで美しくなりそうな大きく言えば女に生きる夢を与えてくれるところにあるパックをしている時だけは女は鏡を見ないその代わりに心の目を開き我が心の中のうぬぼれ鏡を見ているのである肌をパックしているようだが あれは精神を女心をパックしているのだ美しくなるために座禅を組んでいるのである奇跡を信じてミサを行っているのだ一度もパックをしない女しようとも思わない女顔にレモンやキュウリの切れっ端をのせる女を嘲笑ったりする女は女ではないのだ時間が来て パック剤を剥がし、あるいは洗い流して、鏡を見る。明らかに肌はしっとりしている。そう思える。これが一番大事なのだ。自分の気持ちを騙し、自分にもわからないように嘘をついて、それを信じて楽しく生きてゆく。これがあるからこそ、どんな女も可愛らしく、そして美しく、男と一緒に生きて行けるのだろう。 後姿銀座を歩いていてすぐ前を行く人の後ろ姿に感心したことがある10年ほど前の確か梅雨時だったと思うすらりとした長身の女性で薄い藤色のワンピースを着ていたそう若くはなさそうだったがとにかく美しい堂々としてしかも品のいい色気がある。 何者だろうと思った時その人は反対側の松屋の前に知人の顔でも見つけたのか不意に車道を斜めに横切った二つの横断歩道のちょうど中間をその人はごく当たり前のように歩いていく薄曇りの銀座通りのよどんだ空気を断ち切るような鮮やかな渡りっぷりだったすぐ横に 交通整理のおまわりさんが立っていたが気をのまれたのか何も言わなかった渡りきったその人は水谷八重子さんだった私は首筋を下からすっとなで上げられたような感じがした私はいいなと思うと首筋に来る歌舞伎で言えばひところの実川炎尺 この人が花道からすり足で出てくるとその足元を見ているだけで首筋がスーッとなる狂言の野村万蔵もそうだった女の後ろ姿で首筋がスーッとなったのはもう一回ある水谷八重子さんより少し後のパリはルーブル美術館であったあちこち回って疲れが出たのか その日私は機嫌が良くなかった。「入ってすぐの部屋にモナ・リザがある赤と金のモールで柵が作られ人だかりのしているのも気に入らなかったドラクロアなどの傑作もあるのに他の絵に対して失礼ではないかそう思って見て回るといいものもあるがマリー・アントワネットの園遊会のお茶道具などという どっちでもいいようなものがご体操に飾られていて少し腹が立ってきたオリエント館だけは丁寧に見てまた明日出直してこようと思っていたら閉館を知らせる合図があった人気のなくなった美術館はどこが出口なのか見当もつかないこんなところに閉じ込められてしまったら怖いなと思いながら歩いていたらいきなり目の前に 女のお尻があった「大理石の女性像だったがこれが何とも見事なのである」「言い合いって竹からず黄色みを帯びた石が実に暖かいみぞれの降る冬の夕暮れである石造りの部屋の小さな明かり取りからの弱々しい光の中で」 それやわらかく静かに立っていた首筋がスーッとした見ている人間は私一人である絵や彫刻をたった一人で鑑賞したのは生まれて初めてであったこのことも感動を深めたこれはいったいどこの何という人の作品なのか 何事のわしますかは知らねどもかたじけなさに涙こぼるるという気持ちだったそしてこれはどこかで見たことがあると気がついた両手がないミロのヴィナスだったのであるこの彫刻はこのあと日本にもやってきたり物入りの大宣伝でたくさんの人が押しかけ 大理石のヴィナス像も押しつぶされるほどの混雑ぶりだったらしいそういうありさまをテレビのニュースで眺めながらつくづくと我が身の家宝をありがたく思ったミロのヴィナスはあの瞬間私のためだけにあったのである周りには人もなく音もなく時間もなかった 紀元前1世紀だか2世紀に作られ1820年にミロス島で畑を耕していた農夫によって発見されたというこの像が日本からやってきた一人の女のために立って見せてくれたのであるそれも初めは名を名乗らずまず後ろ姿の美しさで挨拶し私の首筋にその美しさを分からせてくれたのである。 これからも私は美術館でたくさんの絵や彫刻を見るだろうがああいう偶然の宝鬓峡は二度と訪れないだろうと思っている新宿のライオンうちの電話はベルを鳴らす前に肩で息をする音とも言えぬ一瞬の気配を察すると 「私は何をしていても手を止め電話機の方を伺う」「強化基地か」「心の中で刀のつかに手をかけ心やましい時は言い訳など考えながらベル二つで受話器を取るのがいつものやり方である」「テレビ台本の催促でないとわかると今度は私の方がほっと肩で息をする」 その電話がかかったのは夕方であったアパートの玄関ポストに差し込まれた夕刊を引き抜こうとしたが引っかかって取れない今で電話が鳴っているので強く引っ張ったら破れてしまった避けた夕刊を手に中っ腹で電話を取り尖った声で名を名乗った中年と思われる男の声が もう一度私の名前を確かめ一呼吸あってからこう言った「実は中野でライオンを飼ってたものなんですがとっさに私が何と答えたのか覚えがないいたずら電話でないか確かめかけ相手の声の調子でこれは本物に間違いないとすぐ分かりそれでもまだ半分は信じられなくて」 本当ですか本当にライオンはいたんですか?」と繰り返した相手は物静かな立ちの人らしくはにかみを含んだ突弁で「あなたの書かれたものを読み当時を思い出して懐かしくなり失礼かと思ったが電話をしたライオンは確かに自分が飼っていた」と言い「岡部というものです」と付け加えられた。 このの電話のあったた日ほど前にに店頭に出「別冊小説新帳1979年春季号に私は中野のライオンと題する小文を書いている」「20年ほど前の夏の夕方中央線の窓から不思議なものを見た」「私が見たのは一頭のライオンであった」 お粗末な木造アパートのこれも大きく開け放した窓の手すりのところに一人の男が座っている30歳ぐらいの痩せた貧相な男で何度も乱暴に水をくぐらせたらしいだらんと伸びてしまったアンダーシャツ一枚でぼんやり外を見ていたその隣にライオンがいるたてがみの立派な 「かなり大きいオスのライオンで男と並んで外を見ていた」「私はびっくりして息が詰まったようになり周りを見回したが並んでつり革にぶら下がり外を見ていた乗客は誰一人として騒がない」「半分茹で上がった顔で口を利くのも大義といったふうに揺られている両隣のサラリーマンを見ると「今ライオンがいましたね」 とは言い出せず寝ぼけていたのか幻を見たのかいやあれはまさしくライオンだったと自問自答を繰り返しながら狐につままれたような気持ちになり駅前の古びた喫茶店でコーヒーを2杯飲んで家へ帰ったのであることがあれば面白おかしく喋り回るところがあるのだがこれだけは親兄弟にも喋らなかった 中央線に乗って中野駅あたりを通過すると記憶の底から鎌首をもたげることもあったがそれすら20年のの歳月の彼方に霞みかけていたたまたま文章にしたものの99%は自信がないものだから50人だか100人が見た交通事故現場からそんなものは見もしなかったというふうに 全く気づかず立ち去った一人の夫人のことを書き「百人見て一人見ないこともあるなら一人が見て百人が見なかったことだってありえないことではない」とへ理屈をこねた「もうどっちでもいいや」と居直りながら気持ちのどこかで待っているものがある「実は二十年ほど前に中野のアパートでライオンを飼っていましたという人が現れないかなという夢である。 絶対に帰ってこない来るはずのない息子を待つ岸壁の母みたいだなと思いながらうんぬんと未練がましく書いているだが言ってみればこれは言葉のあやで私は何も期待はしていなかった待っていると書いたことすら忘れていただが電話があったのである岸壁の母の息子は 二十年ぶりに帰ってきた中野にライオンはいたのである私は受話器を握ったままこみ上げてくる笑いを抑えきれず裂けた勇敢に顔を押し付け声を立てて笑ってしまった悲しくもないのに涙がにじんでくる鼻も出てくる岡部氏は私の笑いの静まるのを待った ポポツリポツリリと話してくだすった「ライオンはもともとは新宿御苑のそばでヤシマズルという酒の店をやっていた岡部氏の姉上が飼っておられた」「姉上が亡くなった後岡部氏が引き継ぎ後にライオンごと中野へ引っ越したのだが私が見た当時は100キロ近い体重があった。 知人の草野新平氏が始められたバー学校が近かったこともあり草野氏もライオンのことをご存知でエッセーもあるから調べてみようとおっしゃる近日中にぜひお目にかかって詳しい話を聞かせていただくお願いをして電話を切ったのだが一番驚いたのはライオンがメスだったことであるどこでどう取り違えたのか私は記憶の中で ライオンにたて紙をはやしてしまった「MGM 映画の見過ぎかもしれない」「電話を切った後も私はしばらくぼんやりしていた裂けた勇敢をつなぎ合わせて目を走らせたが活字は目に入らなかった」「今日のトップニュースより20年前に電車の窓から一瞬見たいや 見たと思いながらあれは幻だったのだと自分で打ち消していたライオンが本当にいた私は間違っていなかったという方が私には大きなニュースであった大吉を知らせる電話は私に刀の束に手をかけるゆとりも与えずいきなり真っ向からたけ割りにしたのであるこの電話が皮切りで 何人かの方から中野のライオンに関するお知らせをいた「だい栗田真吾氏から女優の加藤春子さん経由で「櫛田孫一氏がライオンのことを随筆に書いていらっしゃいましたよ」というメッセージをいただいた追いかけるように草野新平氏からも手紙を頂戴した「新潮の昭和35年9月号に乗った」 バー学校と題する随筆が同封してあった一説を抜粋させていただく麻布時代からいろいろ変わった連中がよくやってきたものだがこの一か月間の常連の中では学校名ライオン青年が出職の方だ本名は聞いたこともないし向こうでも名乗ったことはないが ライオンを飼っていいいるるとううのでそう呼んでそん「彼の話によると酔っ払って帰ってライオンの檻に頭を突っ込んだまま朝までぐっすりだったこともあるそうだ目が覚めて気がつくと髪の毛がライオンの唾液でべたついていたという今はそのライオンも1歳半だから子供だった時のように一緒に抱っこして寝るわけにも行くまい。 この間は指の包帯から赤チンキがにじみ出していたがそれはそのメスライオンの牙に引っ掛けられたということだったどうも彼の得意の話っぷりではラブバイトらしい秋山佳代さんからも電話があったこ小,小泉晋三氏のご長女で「拳の花」の著者でもある名エッセイストだが中野に住んでいた親友が やはりライオンをご存知だったという。「あら中野にライオンいたのよ」「その方は慌てず騒がず驚かずごく当たり前のようにゆっくりとこう言われ酒屋さんのウィンドウに寝ていた白チュームを見るようであった中央線の窓からガラス越しにライオンの影が映るのを見たこともある」と 付け加えてくださった「そうであるその頃私は笑ってばかりいた片っ端から友人に電話をかけ中野にライオンがいたと報告し20年前の1.5の視力を自慢した」「5月に入って新宿で一席ライオン青年とお目にかかる段取りが整った。 バー学校の経営者でライオンをご存知の山田久代さんも同席してくださるというこういう日は朝から仕事にならないそれでなくても猫科の毛玉が好きでいい年をして動物園へ行きライオンやトラチータ専門にのぞいてくるという人間だからまるでライオンと合いびきでもするような気持ちで美容院に行ったりして日暮れを待った。 待ち合わせ場所は新宿の鈴屋である少し早めに行ったのでゆっくりと歩きながら時間を潰していたら30ぐらいのサラリーマン風の男に声をかけられた「飯でも食いませんか」「お茶に誘われたことはあるが食事というのは恥ずかしながら初めてである日頃は目つきも悪く女として愛嬌のない方だが 心楽しいことがあるとどこかに現れるものと見える一瞬の隙をついた相手はハンターとしてはなかなかの腕であろう「せっかくだけどこれからライオンと会うの」「言いはしないが心の中でつぶやいて丁寧に会釈を返してご辞退をした」「ライオン青年は二十年前の 30歳ぐらいの痩せた貧相な男は礼儀正しい長身色白の中年紳士であったロシア語の通訳をされ最近もモスクワへ行ってこられたばかりだそうだがライオンというよりツンドラを行く静かなおじかという方が似合っていた20年前は23歳であるだらんとしたアンダーシャツでぼんやり外を見ていた と書いた失礼を浴びると「当時はみんなそんなものですよ」笑って勘弁してくださったメスライオンは名前を「ロンコ」と言った初めは猫ほどの大きさだったがみるみる大きくなった今ほど猛獣を飼う規制はやかましくはなかったがそれでも人目があるのでめったにガラス戸を開けたことはなかった 夏場でもあり水浴びをさせた後ごく短い時間窓を開けたのだがその時偶然見られたのでしょうと私の視力を褒めておられたご一緒してくださった山田久代さんとこのライオンの馴れ初めがまた面白いバー学校のオープンに備えて買い出しに行った荷物の重さに耐えかねどっこいしょとおろして一休みしたところが ライオンのいるショウウィンドウの前で、腰が抜けるほどびっくりした。それが縁で飼い主の岡部青年が学校の常連となり草の新兵士に可愛がられお付き合いが続いて今日に至っているというのである岡部ライオン青年のお嫁さんの世話もされたという山田久代さんは私より少しばかりお年かさだがこの方も長身美貌でいらっしゃる。 長い間草野新平氏の秘書役を務められただけあって活達俊敏血の熱い情の濃いそういえばこの方こそメスライオンというにふさわしくお見受けしたこの方の亡くなった姉上と私の縁続きの者との間に半世紀近い昔に大ロマンの一幕があったことを知りライオン印の運命の糸の不思議さに もう一度びっくりした「お二方とも酒が強い」「初月をお魚に杯を重ね二十年昔のライオンを語りライオンと共に住んだ新宿御苑界わいを語りまたライオンに戻った」「ロンコの檻の中に酔った飛び職が入り込み怪我をしてしまったこと」 檻の外で同じ高さに四つん這いになりぐるぐる回ってやると一番喜んだこと大きくなっても安心してキスをさせたこと狭い中で飼っていたのでくる病になり多摩動物公園で預かってもらったが六歳で病死したこと新宿御苑前の二十年前にライオンのいた後は今は銀行である。 この辺にいたんですよ説明をしてくださる岡部氏も考え無料といった面持ちであるこんなことでもなければ会うこともなかった三人はすぐそばにあるバー学校へ席を移した一頭のライオンが初対面のこわばりや遠慮をなくしてくれた岡部氏は論破に引っかかれて肉を持って行かれた 指の傷跡を見せてくださった「幸いの薄かった姉上について語られまた同じように生涯配偶者を持つことなく子を産むことなく終わったロンをかわいそうなやつでしたと言われたあいつはただの一度も吠えなかっただから街中で帰ったのでしょうと悲しく笑われた。 可愛くもあったが腹立たしかった「つらかったですよ」とも言われた「ライオンを自分に押し付けた格好で死んでしまった姉を恨んだこともありました」と率直に言われた目が潤んでいるように見えた「私が飼っているのは三匹の猫だがそれでもこの言葉には全く同感である」「思い切り走りたかろう。 木に登り、争い、い、獲物を追い時には命からがらの危険な思いもしてみたかろうと思う体重4キロの猫にして正直そう思うのだから100キロの百獣の王であればなおさらのことであったろう心優しいいい飼い主でいらしたのだなと思ったその夜私たちはライオンを語りながら 自分たちの二十年昔を青春を懐かしみ語り合ったのかもしれなかったお互いにまだまだ若く力もありむちゃくちゃで相手構わず噛みついていた新宿も中野もまだ夜は暗くこれからという活気があった私は私で一瞬の視線の生と碁を考えないわけにはいかなかった オスだと思ったライオンはメスであった。見えなかったが、ライオンの周りには鉄の格子があった。電車の窓からケンをつけた場所も少し違っていた。二階だと思ったのは一階であった。長い間、開かない引き出しに閉じ込めておいた古い変色した写真を取り出して、 過失修正をしなくてはならないのだが不思議なことに記憶というのはシャッターと同じで一度パシャッと焼き付いてしまうと水で洗おうとリタッチしようと変えることができないのである私のライオンはやはりたてがみの立派なオスであるくる病なんかではない動物園にいるより MGM 映画のタイトルより立派な オオスライオンである大きく開け放した窓の手すりのところに檻になど入らずに座っているそのそばに若い男がいる会ってしまったのが因果でこの男の顔は見てきたばかりの岡部氏に似ている申し訳ないがやはり記憶の通り痩せた体にだらんと伸びたアンダーシャツを着ている。 温厚な岡部氏はあからさまには言われなかったが「そんなの聞か覚えないな」と言われたところを見るとこの辺も記憶違いらしい本人はご不満のようだが20年も経つと今さら脱がすことはできないのであるこの写真は間違ったままもう一度焼き直され日の目を見る形になってしまったそれにしても 楽しくも不思議な一夜で「あったあと二十年か三十年したら猛獄した私はこんなことを言うかもしれない」昔「昔新宿でライオンとお酒飲んだことがあったのよ」「水洋館私は」 テレビの脚本を書いて見過ぎを,過ぎをしている、売れ残りの女の子でありますが、脚本家というタイトルよりも、みりんぼ評論家、または水洋館評論家という方が、ふさわしいのではないかと思っております。今日は、水洋館について、うんちくの一端を述べることにいたしましょう。まず、水洋館の命は、切り口と角であります。 宮本武蔵か眠り京四郎がスパッと水を切ったらこうもなろうかというような鋭い切り口とそれこそ手の切れそうな尖った角がなくては水ようと言えないのです水ようは桜の葉っぱの座布団を敷いていますが薄緑と薄墨色の取り合わせやほのかに映る桜の匂いなどの紅葉のほかに 水洋館を器に移す時のことも考えられているのですつまり下の桜のお座部を引っ張って移動させれば水洋館が崩れなくても済むという昔ながらのおもんばかりがあるのです水洋館は江戸っ子のお金と同じです酔いしをさせてはいけません痛みはしませんが皺がよるのです 表面に水気がにじみ出てしまって水っぽくなります。水っぽい水溶かはクリープを入れないコーヒーよりも始末に悪いのです。硬い水溶か、これも下品でいけません。色も黒すぎては困ります。小学生の頃、お習字の時間に、お花字という墨を使っていました。どういうわけか。 墨を濃くするのが子供の間に流行って杉の葉っぱを一緒にするとドロドロになって墨が濃くなるというので先生の目を盗んでやっていましたが今考えてみますと何も分かっていなかったんだなと思います墨色の美しさは水羊羹かの薄墨の色にあるのです儚くてものの哀れがあります 水羊羹は2つ食べるものではありません口当たりがいいものですからつい手が伸びかけますが歯を食いしばって一度に1つで我慢しなくてはいけないのです水羊羹を4つ食ったなんて威張るのはバカですその代わりその1つを大事にしましょうよ心を静めて香りの高い新茶を丁寧に入れます 私は水洋館の季節になると白地の蕎麦直に去年頃の茶卓を出します水洋館は素朴なさつまガラスの皿か小山新一さん作の少しピンクを帯びた肌色に縁だけ甘い水色のオランダでの鳥皿を使っています水洋館と洋館の区別のつかない男の子には水洋館を食べさせてはいけません そやろう,いう野郎にはパチンコ屋の景品棚に並んでいる外箱だけは大きいけどボール紙でぶ膨れて中身は細くて小さい嫌にテカテカ光った安物の洋うをあてがっておけばいいのですここまで神経を使ったのですからライティングにも気を配ろうじゃありませんか蛍光灯の下で食べたのでは水洋うがかわいそうです だれ越しの自然効果せめて昔風の少し黄色っぽい伝統の舌で味わいたいものですついでに言えばクーラーよりも窓を開けて自然の空気自然の風の中でムードミュージックは何にしましょうか私はミリー・バーノンの「スプリング・イズ・ヒア」が一番合うように思います この人は1950年代にたった1枚のレコードを残してそれ以来生きているのか死んだのか全く消息のわからない美人の歌手ですが冷たいような甘いような気だるいような生ぬくいような歌は水ににぴったりに思えますクラシックに行きたい時はベロフの弾くドビュッシーの絵スタンプ版画も悪くないかもしれませんね。 水洋館はきやすくてひとなつこいお菓子ですどこのお菓子屋さんにでも並んでいますそのくせ本当においしいのにはなかなか巡り合わないものです私は今のところ菊谷のが気に入っています青山の木の国屋から六本木の方へ歩いて三分ほど右手の柳の木のある前の小作りな家です 息な着物をゆったりと着こなした女主人が特徴のあるハスキーな声で行き届いた応対をしてくれますこの人の二人の息子さんが奥でお菓子を作っているのですとてもセンスのあるいい腕で生菓子も日菓子も見事ですお茶会のある日など昼過ぎに行くと売り切れということもあります入って右手の 紐線をあしらった待合の椅子に腰掛けて、からごろもやむすび柳と、それこそ薄積みの美しい手で書かれた小さな紙の入った東を眺めているだけで、日本というのはいい国だなと思います。この字も素敵な女主人の筆なのです。水洋感が一年中あればいいという人もいますが、私はそうは思いません。 水洋館は、冷やし中華やアイスクリームとは違います。新茶の出る頃から店に並び、ち輪をしまう頃にはひっそりと姿を消す。その短い命がいいのです。 ご視はいかがでしたかそれではまた次回お楽しみに